整備計画から43年、北海道新幹線が開業を迎え、まもなく上りの一番列車が新函館北斗駅を出発します。こちらは北海道函館市の隣の北斗市にある JR 函館新函館北斗駅11番ホームです。これから鳴海正駅長の合図でまさに東京行きの一番電車はやぶさ10号が出発するところです。今ベルが鳴り始めました。新函館北斗駅から青函トンネルを抜け新青森駅までの149キロを結ぶ北海道新幹線です。東北新幹線に接続して最短4時間2分で東京駅に到着します。北海道新幹線、整備計画から決まったのが1973年、それ以来43年の時を経てようやく開業の日を迎えました。まさに今6時35分を回りました。まもなく発車いたします。今笛の音が鳴り響きました。11番ホームです。まもなく扉が閉まります。北海道新幹線 H5 系車両、今ドアが閉まりました。列車がまもなく発車いたします。H5 系車両がまもなく発車いたします。定刻の午前6時35分、ゆっくりと今車両が動き出しました。北海道新幹線今開業しました。列車の中だけでなく、ホームも大勢の家族連れ、鉄道ファンであふれ歴史的瞬間を祝っています。北海道新幹線新函館北斗駅発一番列車はやぶさ10号が今徐々に速度を上げ発車しました。北海道新幹線新たな歴史の1ページです。はやぶさ10号はまもなく最高時速260キロに達しまして、13分後には隣の木古内駅と到着します。でさらにその7分後には青函トンネルに達し青森県側に抜けていくことになります。今日新函館北斗駅の開業を迎えた北海道新幹線ですが、15年後の2031年の春にはさらに211キロ先の札幌まで伸びる予定となっています。先ほど定刻通り午前6時35分に発車しました新函館北斗駅から発車しましたはやぶさ10号、東京に向けて出発しました。4時間29分東京には午前11時4分に到着する予定です。北海道新幹線の様子中継でお伝えしました。